領与、法領与捧ぐは、韓国の独立運動家。文化語では、棚は、領随法、領上、捧ぐ、郷は壁会。平安北道鉄山群で生まれた。家計が苦しく、父を早くに亡くし、教育をほとんど受けることができなかった。1917年に、真島移明し、中国人地主の古作能で生計を立て、1919年に、 国内で起きた3.1運動をきっかけに、万歳デモを組織しながら、独立運動に参加した。1922年に、天馬山隊という遊撃部隊に加入し、以後大半道を支部、三岐婦、正岐婦で、独立軍指揮官として活動し、平安北道地域に進軍するなど多くの戦功を立てた。朝鮮革命軍を引き受け、1931年12月に、 革命軍と朝鮮革命党幹部30人余りが真剣で解放時に参加した。しかし、密定を通じて情報を手に入れた日本警察が会議現場に急行し14名の幹部を逮捕した。劇的に脱出して組織を整備した。内紛を収めて総司令官になって南万で活動した中国義勇軍と連合戦線を形成した。百三十二年に 朝鮮革命軍総司令官に昇進後、韓中連合軍を編成して、で、日本軍に勝利した。1933年5月に、日本軍と満州軍は、連合軍の拠点である林光、臨港、韓人市、新、などを順に攻撃した。両与、笹具の連合軍は重ねて敗れ、多くの犠牲者を出した。7月7日、日本軍は朝鮮革命軍司令部がある。 営領外を攻撃した。この時連合軍を率いて日本軍に40人余りを殺害して機関銃など武器9予点を回収した。その後日本軍は飛行機で連合軍陣地を爆撃した。日本軍は連合軍に密偵を送った。日本軍の密偵は中国軍司令官が協議する軍事問題があるからでこいということづてを送って誘引した。領は 朝鮮人密帝と共に部下4人を従えて、高梁畑を通る際に、隠れていた日本軍数十人が現れて、降参を進めた。しかし、抵抗し、1934年8月12日に、日本軍に買収された密帝が買収した、中国人資格に殺害された。彼の死後朝鮮革命軍勢力は、急激に萎縮し、幾度の改革も虚しく、 勢力を回復することはなかった。1962年に大韓民国で建国勲章独立章を受訓し、国立ソウルは北大に遺骨なしの墓地が用意された。朝鮮民主主義人民共和国でもの愛国列資料に埋葬されており、金日成が特別に遺族を平壌に呼んで暮らさせるなど高い評価を受けている。金日成は回顧録で七金通る機々の死亡後、 呉東ぶり、孫貞道、だ鉄工、そしてりょ捧ぐから、学費の支援を受けたと記録した。21P187AB、21P188、列伝。ありがとうございます。